アイバン・サンダーソン・アイバン、テレンス・サンダーソンは、アメリカの動物学者、作家、超常現象研究家、UFO 研究家、スコットランドのエディンバラ出身で、後にアメリカに帰化した、ケンブリッジ大学卒業、17歳の時に体験した世界一周旅行で、超常現象に興味を抱き、20代の頃には、その興味をさらに深いものとする。 1932年にはアフリカで原住民がオリディアウと呼ぶ会長を目撃したといい、これはアフリカに伝わる未確認動物のコンガマ島のこととみられている。テレビやラジオでの活躍のほか、1965年には超常現象関連の団体として、Society for the Investigation of the Unexplained を設立し、様々な現象の収集、調査、 紹介に努めた。超常現象研究家のチャールズ・フォートの早くからの追随者でもあり、オーパー,ーツ、ファフロツキーズ、グロブスター、モスマンといった超常現象、馬関連の用語の考案者である。1969年には、コロンビアの古代遺跡で発掘された黄金細庫、通称黄金スペースシャトルに対し、これが、 ジェット戦闘機である説を航空工学専門家のアーサー・ポイスリーと共に提唱し、この細工がオーパーツとして注目を集めるきっかけとなった。この他にオーパーツ関連としてパナマ南部で発見された黄金細工をマヤ文明のブルドーザーだと指摘。未確認飛行物体関連として UFO の正体を宇宙生物とする説を唱え、 地球外生命体がすでに地球の海底に基地を建造している可能性を示唆。馬関連としては、アメリカのミネソタ州で発見された氷付けの死体、ミネソタアイスマインをフランスの動物学者、ベルナール・ユーベルマンと共に研究した末、本物の獣人と結論付けている。ありがとうございます。